エルゴベビー抱っこひもの紹介をしていきたいと思います。ね、抱っこしたりおんぶしたりどんな生地なのかなっていうのをね紹介していきたいと思います。おーい、じゃあまず抱っこしていきたいと思います。エルゴベビーはまずお母さんの腰につけます。見つけてからお子さんを抱っこして、この手を入れるところを持って、まず左肩よいしょ、そして落ちずにしっかり持って右肩を入れて、最後にこの後ろをパッチンしたらもう抱っこひも出来上がり。とても簡単ですね。で、寝た時はこのカバーをボタンをつけてあげたら、しっかりねカバーできるのがエルゴベビーさんのいいとこだと思います。で、このエルゴベビーさん今こうやってくくってるんですけど、外すとすごく長くって、小柄の私からよいしょ、大きいねパパやおじいちゃんとかもねつけたりできるので、調節が可能なのでいいと思います。で、ここも一緒です。ここ紐もね止めてるんですけど、よいしょよいしょよいしょ、すごい長いので肩の紐も調節できます。そしてじゃじゃん、ここにはポケットがついてます。多分ねエルゴベビーだけやと思います。私が持ってる抱っこひもの中でもこの抱っこひもしかポケットはついてないですね。少しポケットあるだけで、まあ、携帯とかティッシュ、ハンカチ、何入れれるかな、あ、お菓子とかも入れれますね、おもちゃとかも。なので私はこれをね、まあ、もらったんですけど、とってもねいい商品になってます。お気に入りです。この横にもチャック付きでポケットがあるんですよ。よいしょ、これぐらい結構広い、こちら辺まであるので結構広いです。なのでちょっとカバン持てない、抱っこひもしてたらちょっとカバン持てないじゃないですか、持ちにくいので、ここにちょっとだけ財布小銭入れたりカードを入れたりして、もうこれだけでちょっとだけやったらお出かけいけます。さあ次は抱っこからおんぶにしたいと思います。まずここを外して、よいしょ、右手で2つを持って、よいしょ、くるんと回して、右手左手でカッチンすると、よいしょ、はいはいはい、おんぶの出来上がり。よいしょよいしょよいしょ、いいね、けっくんね、ほんとにこれおんぶするだけでこの前が開くので、家事とか掃除とか洗濯とかもうすべてねできます。おんぶちょっと怖いって思う人はしゃがんでゆっくり、紐さえ外せへんかったら落ちないので、本当にね首が座ってからのお子さん抱っこひもして、おんぶひもしてみてください。で、おんぶから戻すときちょっと怖い怖いって思う人おると思うんですけど、押さえたら大丈夫です。外してお尻を持って左手を外して、よいしょ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 と回して、右手を外したら、よいしょ、前の抱っこひも出来上がり。よいしょ、どうでしょう。ね、簡単そうにしてると思うんですけど、ゆっくりしっかり持ってればお子さんは落ちないので大丈夫やな。こうやって折りたたんで、ここでねピッて止めれるねカバーが売ってるので、それを買った方がね便利だと思います。ポケットも結構ね、ほんと前のポケット
まあ、こう前かがみになったら落ちるんですけど、とっても便利です。でチャックの方のポケットは結構入り口も広くて奥も深いので、いろんなね荷物を入れれます。でこの赤ちゃんの寝た時のカバー、カバーは何の布っていうのかな、まあ、つるっとした素材になってます。でここにもねなんか作ったり売ってたりするんですけど、カバーをねつける人もいます。で汚れへんように、でここで長さを調節できるので、もし長くしたらこんな感じ、こう締めるときに緩くなるんですかね。で中のお子さんが当たる方の布はツルツルっとした素材になってて、とても気持ちいいです。この外側はしっかりとした布って感じの手触りなんですけど、このね、でこの腰のところ結構分厚いんですよ。ここ分厚いけど大きい、大きいので、まあ小柄なお母さんから大きいお父さんまでね一緒に兼用して使えるのでいいと思います。でこのエルゴベビーはインサート、新生児の子を抱っこするときはそのインサートを別売りで買って抱っこするんですけど、結構ちょっとねお友達に行かしたってないんですけど、今はあれもねつけると抱っこできます、ね、ちょっと暇がかかるので苦手だなって人はもう新生児から抱っこできる抱っこ紐の方がいいかなと思います。な、うんうん、でも別でこのチャック付きがいいとか形が好きっていう人はエルゴベビーで、新生児の時は違う抱っこ紐使うとかインサート買うとか、もう抱っこ紐新生児の時はしないっていう感じで選んだらいいかなと思います。な、うんうん、参考になれば嬉しいです。それでは参考になったあなた、チャンネル登録お願いします。